ということで、少年編、自分の肉球で弾いていきたいと思う。うん。まあね、出るものは大したものじゃないんだよね。変わったのか。変わったのか。そうか、そうか。あ、じゃああれだね。気合い入れないといけないね。これ欲しいね。この辺変わってないのか。うん。変わってないね。ゴールドが3枚あるでしょ。シルバーが21枚。7回かな。よし、ゴールドから行こう。左だ。あー、変わった。なんかちょうだい。おー、でしょ。来たんだけど、やばい。少年編で SSR とか初めて弾くけど、やばい。このまま行こう。このいい流れをね。新しいやつちょうだいよ。一個か。これ変わんない。これあれだな、ゲテモノ系だな。ほら、出た、出てもらって出たよ、ほら、やるな。そう思ってた。うん。あと1枚、コールを引いちゃいまーす。えっ！左来た！これはいいんじゃない？これいいんじゃない？この流れやばいんじゃない？はっ！変わった。さっきと同じ流れだよ、これ。出たよ。ゲテモノ続きですよ。期待 したからダメなんだな。さっき期待してなかったもんな。下心が出ちゃうとダメだな。よし、シルバーの銀色の方行こう。うん。なんか同じ流れだな。あー、こういう流れね。もうまあ SSR はないわな。持ってないやつちょうだい、なんか。持ってるよ。何、ゲテモノ続きなのね。そうか。あれがいいんだっけ。紫さん出ないのかな、これ欲しいな。よし、残り引いてこう。あー、またこれか。変わりません。 R だな。あ、いたる。あ、紫、やべー、欲しいっつってたやつ。マジか、嬉しい。必殺技封じでしょ。青でね、チーム固めるときいいよね。私ほら、スーパーベジットさんがいるから、青チーム作ったらめっちゃ強くなるじゃん。でも必殺技封じが欲しいなっていうときに使えるよね。やばい、ありがとう。やばい、こんなにラッキーな少年編は初めてかな。やばい、なんもなかった。虹色でもない。変わりません。 R だな。おー、ゲテモノ続きだね。なんかすごいね。まあいいけど、最後ラスト1回、うん、これで私の展開値が終わる。うん、2個か。変われ。あ、もう変わらないのね、全然。あ、そう、 R だな。すごい、ゲテモノ揃ったんじゃない、これで。嘘でしょ、マジか。終わった。やべえじゃん、なんかほら、すごくない、ちょっと。これ私勝手にゲテモノって呼んでるけどね、なんだろうね、この、なんていうの、この
なんて言うんだろうね、人間以外っていうか、人間以外でもないか。うん。まあ、とりあえずなんか、ゲテモノっぽいやつ、揃ったね。でもね、この SSR、初めて出たし、やばいね、ちょっと嬉しいんだけど。うん。パッシブもいいしね、全員の。素晴らしいよ。で、持って欲しかった紫さん、手に入りました。やったね。うん。ありがとう。ということで、私の展開値、これにて、終了でございます。うん。今日のオープニングの、あっちのメリータもこっちのルンタもってやつ？うん。今ね、ほら、なんか女子高生とかの間で流行ってるんでしょ？スノー。キャプリ？うん。私、ああいうちょっとね、可愛い系、友達とかでも結構やってる子いるんだけど、可愛い系はね、あんまりやらない種類なんですよ。でもね、今日のその、ムイタもルンタもってやつね、やりたかったから、ちょっとね、頑張って、アプリ、入れてみた。うん。したらね、ちょっとハマる。面白い。あれ面白いよ。なんかね、あ、出る。あ、びっくりした。そう。こういうやつなのよ。これでね、まだね、よくわかってないんだけど、ちょっと、あっちの画面もこっちの画面も私だな。なんかね、わー、なんかこんなになったりとか、マスクしてるからあれだな。そう、さっきやってたのがこれ。でね、なんか今流行ってんのが、あっちのクマもこっちのクマもどっちも戦力外。うん。なんでもするから、僕にクマのクッキーをくださーい。イエーイってやつが流行ってるらしいのよ。うん。すげえ可愛いな。友達とかでもやってたけど、めっちゃ可愛いのよ。私がやると全然可愛くない。口開いてないのにクッキー食ってんな。マスク越しでクッキー食ってんな。うん。あ、わかるんだ。口開いてんの。マスクの中でも。すごいね。あ、わかるんだ。すごいね。すごいじゃん。すごいね。今口開けないで開けてる風やった。すごいね、あんた。という感じで、あれなんですよ。ね。えん。まあ、こんなことをね、やってたわけですよ。いや、これ本当に楽しいんだよね。私のおすすめは、これ。これ。これね、一人でずっとやってんのよ。すげえ痛いやつでしょ？すげえ痛いやつだよね。やばいよね。すげえ痛いやつ分かってる。超やばいよね。やべえんだよ。わあ、マスクにおひげが。うん。他にもね、スイカとかね、みたいなね。マスクの中ね、よだれてべちゃべちゃよ、今。もうこれあれだよね。マスクしてたら完全な不審者だよね、ただの。これただね、やばいやつだな、変質者だな。ポリスメンに見せかけた変質者だな、これ。うん。ヒェーイっつってな。うん。よし。まあ、こんな感じですわ。うん。かわいいね。うん。よく入ってんね、これね。開いてるよ、今。開いてんのに。これしてたらあれか。顔出しても大丈夫かな？うん、大丈夫だね。あ、そっか。あっちに、顔が出ちゃうんだ。もう一個の方に。バカだな。そりゃそうか。笹は今食べたくない。うん。これは悪意あるね。これは悪意あるよ。ちょっと。これはひどいね。現物に近いんじゃねえのか、これ。わーお。すっからでっちーみたいな感じ？これ。これ素顔出ちゃってんね、もう。すっからでっちーつって。あー。
腹がいっぱいで食べれないよ。もう ということで、今日は終わりたいと思う。では、本日はこれでバイバイ。